こんにちは、サボテンです。よろしくお願いします。今お届けしたのが手嶋葵さんの明日への手紙です。私たちサボテンは恋愛の曲を中心に歌ってます。バンド名の由来は花言葉を調べていたときに、サボテンの花言葉が温かい心と枯れない愛だったのでサボテンになりました。あったかい、すごいあったかい。我々が前回出演したのが12月25日のクリスマスライブだったんですが、今年のクリスマスまであと337日になりました。長い。それでクリスマスにぴったりの曲を用意してきました。次の曲はポアさんでメリクリです。それではお聴きください。縮まった気持ちがした。
Tonight